振り返っていきましょう。西勇輝、小川ともにこのカード今年はあの1点台の防御率ということでね。そうですね、はい、注目されましたけどもね。されました。まあ、西勇輝の方はしっかりとらしい投球を立ち上げからできたと。安定してましたね、まあ、低めね、しっかりと西の良さを出してましたよね、うん、はい。さあ、一方の小川なんですが、山監督のインタビューにもありましたが、まあ、とにかく1番の中野が早々にヒットで出塁、まあ、途中バスターなんかも見せたりしながらもこの島田のライトへのヒットで1、3塁を作って、もう早速にこの茶本のタイムリーヒットと、ね、速攻でしたね。3連打、見事な3連打でしたね。タイガース勢いつけましたよね、はい。まあ、なかなかこれで立ち上がりの小川はリズムがつかめない、そんな中でダブルスチールもあったりして、完全にタイガースが攻撃の流れを作って、でさらには大山が、まあ、本人ね、当たりはあまり良くなかったって言ってましたけど、まあ、それがヒットになると。いや、この2点目のタイムリーはめちゃくちゃ大きかったと思いますよね。あれが1点で終わるとっていうのは浜中さんおっしゃってましたもんね、はい。まあ、さらには糸原のこのピッチャーゴロの間に、まあ、ゲッツーを取りに行きはしたんですが、ちょっとグラブに深くボールが刺さってしまった形でアウトにできず3点目が入った。この先制3点というのが非常に大きな立ち上がりでした。まあ、そんな中リードを持ちながらのピッチングというところでの4回で、まあ、このプレーでちょっとロドリゲスがベースを踏み損ないまして、まあ、判定も変わって記録エラーとなってしまって、この場面が一番嫌な感じだったですか。そうですね、ここをしっかりとこう西が踏ん張ったというのはやっぱ大きかったですよね、はい。ワンアウト二塁一塁でサンタナ、まあ、フォークボールが梅野のキャッチングが非常に良くてストライクになったとというヒーローインタビューでしたが、その後中村をショートゴロ、まあ、一つここが大きな踏ん張りところでしたね、はい。まあ、そうした中その裏今度はエラーをしてしまったロドリゲスが、矢野監督はまだもっと飛距離が出るよと今言ってましたけど、第1号のソロホームラン、そしてお子さんがこれをゲットという運びになりました。4対0。ムード的にも流れ的にもこの一発良かったですね。そうですね。さあ、6回に入っての西なんですが、この回も1番の塩見がレフトにヒット、まあ、そんな中でやはり警戒して村上にフォアボールというところですが、ただ追い詰められているのではなくて自分の手の内の中でのなんか投球には見えましたけど、もう本当今日はもう西が本当にこう有利な立場からずっとこう投げてたような感じがしますけどね、はい。サンタナをライトフライに打ち取りました。7回もマウンドに上がっている西なんですが、ワンアウトランナーなしからオスナのこれはツーベースヒット、まあ、ワンアウトからではありますが得点圏にまたランナーというところで、まあ、得点圏被打率が、ね、低いというこの西なんですが、今日の試合も今日復帰した青木がライトに投入したんですが、セカンドゴロ、まあ、味方もしっかり守りました、はい。そうですね、はい。まあ、そんな中コールがスワローズは上がって、今日誕生日、何回も、ね、インタビューでも出てきましたが、北条はノーアウト1塁からこのバスター見事でした。いや、ね、難しい球ですけども初球で、ね、見事決めましたよね。まあ、結果的にこの回は点にならなかったんですが、ツーアウト満塁、バッター佐藤、ここでのスワローズはやっぱりストレート、ストレート、ストレートの攻めでした。いや、もう力勝負でしたよね。課題が、ね、ストレートを打てるかなんでね、佐藤はね。明日明後日もこの辺りは非常にこう見どころの一つになります。そしてタイガースというのはもうこのリリーフ陣は誰が行ってもというところ。まず8回は梶谷が行って塩見を三振に、さらに左が続くところでは渡辺がマウンドに上がって、まあ、自分のペースを乱さずにこのスライダーで三振を取っていくという、しっかりと仕事をしました。まあ、こうやってピッチャーが仕事をしてくれるとバッターの方もね、余裕を持って振れるというところでね、リズムがね、しっかりと感じるリズムできますよね。21号ソロホームラン、これもまたボールが点々、最後はお子さんがキャッチという結末になりました。だから今日はね、大人の人がよく子供に渡るようにしてましたよね、あ、そうですね。そして、まあ、さらにこの一歩のロドリゲスの引っ張っていうのも、こういうなんかね、いい流れをね、呼ぶような、外国人で難しい球でしたけどもね、でしたよね、はい、はい。なかなかのバッティングを見せました。そして最後9回は岩佐だというところ、ツーアウトから最後のバッターオスナ、ライトフライ、最後は佐藤輝明がボールを取って3アウト、試合終了というところ、試合を締めた格好になりました。タイガースが完封リレー完成ということになります。試合後の表情です。三宅修一郎アナウンサーです。三宅さん、はい、試合後矢野監督なんですけど